아나도 됐어. 저 과자 먹고 있어요. 이놈. これぜひともと同じ意味です。ぜひとも。うん、一緒です。うん、ちょっとニュアンスは、ニュアンスというか、きょ、うん、強さ？是が非でもの方が、なんか、うん、強いですよね。うん、どうしてもっていう意味合いが強くなる。うん。何かに書いてもみたいな感じの時が、是が非で。是が非でものいい例文ないかな。是が非でも優勝しなければなりませんね、書いてあります。その時は、どんなことがあってもとかかな、言い換えるなら。そうですね。とか無理にでもとか、なんか是が非でもって言ったらちょっと無理してでもみたいなニュアンスも入ってきますよね。うん、うんうんうん、ちょっと何が何でもみたいな。そうですね。うん、これ僕から見たらどうにかしてもみたいなニュアンスなんですけど、うんうんうん、どうにかしてもはなんかちょっと変じゃない？万難を排して、どうしてもとかってわかるけど、どうしてもどう、あのどうにかしてもとどうしてものニュアンスの差は私にはわかんない。同じ聞こえます、うん、もうちょっとどうにかしてもは、もうちょっと手段とか方法を構わず、なりたいみたいな、成し遂げたいっていうニュアンスに聞こえますよ。どうにかしてもって言われて。私があんま使わないだけかな。どうにかしても、どうしても。うん。おとけどねぞらどっていう韓国語ではすごいわかるんやけど、うん。それって日本語やったらどうしてでもって言いません？どうにかしてでも。どないしてでもや。あ、そうですね。どないしてでも。うん、なんかそのどうにかしてでもっていうフルネームではあんまり私ちょっと違和感あるな。どうしてでも。あ、標準語やもん。標準語にはやっぱ違和感出る。え、どうしてでもって標準語じゃないんですか？え、どうしてでもも標準語やし、どうにかしてでもも標準語だと思いますよ。どないかしてでもで関西弁なの。どうしてでも。どうにかしてでも。あー、ペス、私。ふざけてる場合ではない。今の我々は是が非でもこの洞窟から脱出しなきゃならないんだ。なんか、そっか。なんか、どうにかして。うん、うん、私はでもやっぱりもうどう考えてもどうにかしてでもっていうもうそのフレーズ自体にちょっと違和感、うん、どうにかしてでもなんかどうにかしてまでやったら使うんですけどよくどうにかしてでも勝ちたい、うん、どうにかしてでいいんかそうですね私は分からへん、うん、確かに確かになんかちょっと違和感どうにかしてデモとはそうデモってつけることに違和感がある、うん、そうかもしれない私はね、うん、
やっぱ普通に言うなら何としてでもになるよね。でもつけるんなら何としてでもの方が結局だってどうしてでもと何とかしてでもとかなんかその辺と同じ意味合いじゃないですか。使う人はいることはいるみたいね。どうにかしてでも。なんかどうにかして手に入れたいとか言いますよ全然、でもどうにかしてでも手に入れたいとは私は言わない、その時は何としてでも手に入れたいっていうから、だから私はちょっとただ単に JJ さんの言葉にちょっと違和感を覚えただけ。ただまあ使ってる人は結構いますね。ググってみてもどうにかしてでも、どうにかしてでも髪を伸ばしたりとか結構それってどうにかして髪を伸ばしたいってことじゃないんですか。多分だから強調の意味で言ってるだけやとは思うけどね。ペヤング激辛マックスをどうにかしてでも食べたいって書いてあるYouTube とか上げてる人結構いますね。どうにかしてでもって。なんかそもそもどうにかしてっていうググっても出てこないですもん。私そのちゃんとした単語とし単語っていうかフレーズとしてその使ってる人がいるのはいますけど、その正しい日本語としてその普通って正しい日本語のフレーズって検索かけたら絶対に辞書とか出てくるじゃないですか。それには出てこない。これでね、これで出てくる。どうにかして、だからどうにかしては言いますよ私も、でもとはどうにかしてでもっていう、あ、かしてや、間違えた、か忘れたどにしてそう。だから私はちょっとなんか日本語としての違和感を感じるだけです。それにこれでどうにな、どうなんだ、そういう認識はどうすればよろしいでしょうか、どうにかしてでいいじゃないですか、あ、だから是が非でもです、どうにかして、どうにかして、どうにかして、どうに、標準語はどうにかしてかな、どうにかして、どうにかその辺私は自信がない私がどうにかどうにかしてなんで、あ、なるほど、じゃあこのどうにかしてとどうしてもって結局同じ意味ですかね。どうにかしてっていうのは自分の力が入ってくるのかなと思う。どうしてもっていうのは自分の思いが入ってきて、どうにかしてっていうのは自分がどう行動するかが入ってくるような気がしますね。確かに、どうしても勝ちたいって言ったら、もう勝ちたい気持ちがめっちゃ強いだけ。どうにかして勝ちたいって言ったら、あらゆる方法をなんか使って勝ちたい。そう、手段を使ってみたいな。そんな感じですね。確かに、確かに。どうしても勝ちたいっていうのは、心的な気持ちで勝ちたいっていう感覚で、どうにかして勝ちたいっていうのは、本当に手段とか方法を構わず勝ちたいみたいな。だから、あれじゃない、どうしても勝ちたいが、おっとけるん、いぎごしった。どうにかして勝ちたいた、おっとけるんへぞらど、いぎごしった。かな、多分。分けるなら。なるほどね。근데어떻게든해서이기고싶다라는말자체도행동도含まれてるんですよ。やるんだったら。あ、それは喋る人次第かな。その次第だと思う。なるほどね。
どうにかして勝ちたいは本当に手段とか行動とか、手段とか方法を気にせず勝ちたいみたいな、グランディアンスが入ってる。でも、正々堂々に勝ちたいっていうニュアンスもありますよね。だから、もちろん。それは人次第ってことですね、人の次第。お母さん、なんか食べなよ。お腹すいた。ごめんなさい、なんか食べる。意外とマイクは音を拾って。これは、ゼガヒデモは、お腹が空いてきたね、何か食べましょうか。ゼガヒデモは、どうにかしてとどうしてもっていうニュアンスで捉えばいいのかな。別にそれは行動とか心とか、どっちでも入れるみたいな。どっちでもいいと思う。